はい、どうもこんにちは。今回はそのあれだ、ラスベガスで行われてた、GCBE、グラスクラフト&ビードエキスポ、そうだ、っていうイベントの模様をちょっとだけご紹介したいと思います。まあなんかイベントがね、こう隅から隅まで全部ご紹介っていうわけじゃないんですけど、日本でねあんな規模のああいうイベントってないと思うんで、なんか面白いかなと思うんです、まあもちろん皆さんがね現地行ってって行くのが一番楽しいと思うんですけど、まあ言うてアメリカってねそんなポンポン行けるところじゃないじゃないですか。ただ向こうでね、そのガラス作ってる本場のアメリカで今どんなこう業界が流れになってるのかとか、まあその企業さんとかがなんか今までになかった、こんなの数年前になかったのにまたこんな新商品が出てんの、こんな道具出てんのっていうのがあったりとか、ちょっといろいろ新しい発見とかもあるんで、まあそんなところをちょっとご紹介できたらなと思います。ではどうぞ。ここが会場のサウスポイントっていうホテルで、これが夜、なんかラスベガスっぽくないですか。もちろんこのホテルにもエントランスにねカジノがあります。でカジノの奥にあるエキシビションホールってとこが会場なんですけども、これねこっちでねチケット買わないといけないんですよ。入り口入ったところからざーっと見せてこんな感じですかね。結構こう広くないですか会場。まあアメリカにあるガラスメーカーさんだったり、まあ、道具とか工具屋さんだったり、いろいろな企業がブースを構えております。企業系のブースの隣にはね、個人的にいろんなパーツ、自分で作ったパーツとか自分で作った小物だったり、ガラスだけじゃなくてビーズだったり金属だったり、いろいろな小物を個人的に売りに来てるブースです。こっちはこっちでねすんげえ面白いんですけど、何しか全部は紹介できないので割愛します。ここはブルーズアイのブースです。一応 2,3 日前に本社行ってきたよって話したりとかね。こちらはメキシコにあるオーシャンサイドグラス&タイルっていう、まあ OGT っていう会社ですね。結構ブース大きいっすね。ここはヤカゲニーのブースですね。みんなも聞いたことあると思うんですけど、これ見たことあります？ヤカゲニーが出してるねトゥルーダイクロっていうガラス、これ良くないですか。その他ヤカゲニーが出してる、まあ、いろんな種類のガラス展示してて、これでも多分一部なんですけどね。でこれが今ヤカゲニーが作ってるウロボロスのガラスですね。通称ヤカウロってやつね。ここはウィズマークっていうガラスのメーカーのブースね。こちら D&L っていう、まあ、ノースウエストと同じような材料屋さんね、アメリカの。こちらですね D&L、まあ、材料屋さんですね。これ確かデンバーだったかな。あ、そうそうそう、デンバーにある材料屋さんですね。なんか材料ね。まあ、こんな感じです。今回も出してたんですね、エドホイっていう材料屋さんです。ここ確かねアメリカで一番でかい材料屋さんだったはず。こちらはパシフィックアートっていうロサンゼルスにある材料屋さんです。ここ僕行ったことあったかな、確か。こちらは電気炉メーカーのパラゴン。こっちはスカットっていう電気炉メーカーです。これわかります？コンピューターの操作パネルがもう物理的なボタンじゃないんすよ。液晶なんすよね。あとこれね、SDS インダストリーズってとこなんですけど、気温コントロールって言ってね、あの電気炉ってね、普通な、こんなコントローラーってのがついてるんですよ。まあ設定したり、
まあ、スタートしたりとかね。あ、まあ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 。まあ、こんなのでもいいや。この、ここね。こんなのね、これね。コントローラーって言うんですけど、これがですね、もう、こういう風にしていこう、みたいなね。あ、これわかる？これスマホ。アプリとして落として、スマホで設定したり、スタートさせたりとかね。なんかこんなのできるようになるっぽいっす。で、僕一回これ、ここね、QR コードで見てみたら、ありました、アプリが。まあ、言うてダウンロードしても何も意味ないんでしてないですけど、まあ、ちょっとよくわかんないですけども、こういう風な時代にもなってくるのかなと。そんな感じです。ここはね、CBS っていうね、ダイクロっていうキランキランしたガラスばっかり作ってるところ。さっきヤカゲニーで紹介したトゥルーダイクロっていうダイクロとは全然別物です。本来ダイクロっていうと、こっちのキランキランしたガラスのことをダイクロって言います。めっちゃ綺麗なんですけど、ちょっとお高いです。あ、これ CBC さんで僕も、ちょっとこれ全部じゃないですよ。全部じゃないですけど、こういうダイクロってやつね。これ、スクラップとかアソートパックっていうのかな？なんか細切れをこうパックにした。これはキラキラしてわかるか？これ、こっちの方がいいか。わかるかな？これ。なんかね、キラキラしてんの。まあ、こんなのもちょっと売ってるんで、っていうか売ってるのわかんな。まあ、こんなのもちょっと買っていきたいね。こちらはグリフェットっていうルーターでご存知の方も多いグリフォンです。まあ、ルーターだけじゃなくてね、削ったり切ったりっていう機械を作ってます。こちらはテクニグラスさん。ここのルーターがね、今アメリカですごい勢いがあるような感じがしました。ここからは会場の一角にあった向こうの作家さんが作った作品、これ値段つけて売ってたんですけど、その作品をちょっとご紹介します。これはガラスじゃなくビーズの作品ね。超かっこよかった。これもすごいでしょ。ちなみに1,800ドル。これもすんげえ綺麗かった。でも買える金額じゃなかった。これも実物すんごい綺麗でしたよ。ちなみに2500ドル。で、皆さんがよく知るティファニー調のランプはこれ一つしか出てませんでした。なんとなくアメリカの流れってのが分かってもらえますか？こういろんな人が時間割で講義っていうか講習してたんですよ。観客さんがいっぱいいるでしょ。うなずいたり声上げたり時には拍手したりしてたんで、僕も一緒にうなずいたり拍手したりしてたんですけど、全く英語が理解できていなかったっていうのは内緒の話です。これね、アメリカの映像ってね、テレビとかでいろいろ見ると思うんですけど、本当にね、誰もマスクしてない。本当外だけじゃないですよ。建物の中、お店の中、飲食店までも。いや、もっと言うとね、飛行機の中も誰もマスクしてないの。これ僕たちもね、向こうにいてる間本当マスクしなかったですけど、日本もね、いつかまたこんな状態に戻るのかな。いや、戻ってほしいよね、やっぱり。そう思いました。いかがでしたでしょうかって言ってもね、映像だったり写真だったりだけじゃなかなか向こうの雰囲気とかこう空気感って分かんないですよね。まあまあ、うん、そうだな。ただまあ今回ちょっとお見せした業者さん、まあまあそのイベント会場に出店とかブース構えてた業者さんとか材料屋さんとかのそのサイトっていうのは概要欄に記載しておきます。概要欄に記載って言っても、そのなんか全部ズワーって出せないんで、そのイベントね、イベントのサイトの、そのスポンサーのページっていうかな、協賛してた企業さんとかの一覧のページも
概要欄に載せときます。でそれとは別に、まあ、僕がまあ目ぼしいかなと思ったところ何社か、あの別でこうサイトのその URL あの載せときます。なので皆さんねちょっとチェックしてもらって、こんな材料こんな道具とかこんな商品があるんだって見てみてください。英語ですけど。はい、というわけで、まあ、今回こんな感じかな。まあ、後々にはね、なんかアメリカにガラスを見に行こうツアーみたいな感じでなんかできれば面白いんだろうなとも思うんですけど、まあ、今の僕の英語力じゃね、まだまだ勉強しないといけないし、まあ、そういうツアーの企画はまだもうちょっと先かな。この動画を見てキャー、ラスベガス、ラスベガスよと思った人も、はいはい、ラスベガスね、ようございましたねと思った人も、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。テクニグラスさん、これのこう今なんか上位モデルだとかミドルだとかなんだとかって言ったこれね、グラインダーの上位モデル、中間で下エントリーモデルで、これね一番下のエントリーモデルはちょっと数量少ないんですけど、あの買ってきたので、あ、買ってきたって言ってもまだ届いてないですよ。あのそれ持って帰ってこれるわけないんで、あの後で送ってねっていう感じでちょっと購入してみたので、またちょっとこう届いたらね、届いたらどんなものなのか実際ちょっと動かしてみて紹介しようかななんていうふうにも思っております。